博物館外観博物館の内部展示博物館内に飾られたセクレタリアとの彫像アメリカ競馬名誉の伝道博物館は1951年にニューヨーク州サラトガスプリングズに設立された博物館でアメリカ合衆国のサラブレット競争馬、騎士及び調教師の業績を称える伝道として機能している。毎年春に殿堂入りの最終候補者の選定を行い、 ケンタッキーダービーが行われる5月初旬に最終選定を行う。サラトガ競馬場ではアメリカ競馬名誉の電動博物館ステークスという G2 競争が行われている。1951年にサラトガにあるキャンフィールドカジノの一室に設けられたのが最初で、サラトガスプリングス市が2500ドル、サラトガ競馬協会が5000ドル、さらに数々の有志による出資や会が、 記念品などの教室により完成した。記念すべき最初の所蔵品は歴ントンの定鉄であった。1955年、博物館は現在のサラトガ競馬場正門近郊の現在地に移転、同年より競馬の電動選考も行うようになった。初期の電動選考は歴史家に会議で行われており、初年度の1955年には旧桃の競争場が、 伝道入りを果たしている。1956年には、世紀の変わり目に活躍した11頭が新たに加わり、1957年には1930年代、前半の馬が10頭加わった。それ以降は、それぞれの時代で、現代的な馬が加えられ続けている。現在の規定では、伝道入り選考の対象は、引退から5年以上経過した馬とされている。 サラブレッドは最後の競争から5年以上25年以内の馬が選考対象となり、また25年以上経過している馬についても歴史的審査委員会によって選考が加えられる場合がある。現代の規定においては、騎手はサラブレッド競馬の免許取得から20年以上の経歴があることが伝道選考の資格となる。20年以上の経歴を持つ騎手の場合、 引退後も25年間は、電動選考の資格を持つ。また、25年以上経過している機種についても、歴史的審査委員会によって選考が加えられる、場合がある。体調不良などが理由で、経歴期間を満たせなかった場合でも、電動選考にかけられる場合もあるが、その場合は、引退から5年の休止期間が設けられる。現代の規定においては、調教師は、 サラブレッド競馬の免許取得から25年以上の経歴があることが伝道選考の資格となる。25年以上の経歴を持つ調教師の場合、引退後も25年間は伝道選考の資格を持つ。また、25年以上経過している調教師についても歴史的審査委員会によって選考が加えられる場合がある。体調不良などが理由で、 経歴期間を満たせなかった場合でも、伝道選考にかけられる場合もあるが、その場合は、引退から5年の休止期間が設けられる。騎手、調教師の他に、競馬会に貢献した人物に、模範ホースマンとして表彰している。2013年より始まった、伝道部門で、アメリカ競馬会において、長年の貢献をしてきた人物を検証するものである。選出されるには、 基本的に25年以上の競馬への関わりが必要となるが、選考委員会は特別な場合には、この規定を無視して選出することもできる。ありがとうございます。